はい、こんにちは、スクリアカメと申します。それではモテる男になるためにマイネリーベから乙女心をね、学んでいきたいと思います。久しぶりになっちゃったんですけれども、前回ね、このバカンス中ブドウ畑で、一応オルフェのイベント見ることができまして、明日から何をしようかっていうところなんですけど、どうしようかな。とりあえずでも運動が著しく低いんで、運動いっとこうかな。はい。お、成功しましたね。ん？あ、夏休み終わってしまった。早い。しょうがない。新学期から勉強に励むか。偉いな、ワカメは。で、また明日から何をするかなんだけど、依然としてとりあえず運動行っとこうかな。ん？なんだ？あ、あそこにいらっしゃるのはエドですね。まあちょっと今回はオルフェルートなので声はかけません。一人で帰ります。うん。でもだいぶ運動も上がってはきたな。で、今日何をするか。前回一応オルフェやってるんで、その前に10月になるから情報誌見てみようかな。25日、10月25日からカーニバルが始まると。で、劇場では9月1日から、王立バレエ団公演のジゼル。映画館では10月1日から橋の恋人パート2と。で、特集、今期生からはシュトラール選ばれず。不作ってことですね。どうしようかな。とりあえずまあ電話はしましょう。はい、交換所です。うるせえ。どうしようかな。また女子ども順番に言っといた方がいいかな。確か、ま、みんなは前回バカンス中に行ってるんですよね。なんで行くんだったらマリーンの野郎、まあ一回マリーン行きましょう。出ろよ。うん、プリンにゃん、どうしたの？そっか、俺プリンにゃんか。そうだな、10月の4日マリーンでしょ。どこがいいかな。久しぶりにショッピングでも行かない？ショッピングに、ショッピング街に遊びに行かない？その日は、うん、おいつも空いてんな、君は。わあ、じゃあ楽しみにしてるね。これも爆弾解除のためだからな。よし、忘れないようにしなくちゃ。で、明日から何をするか、とりあえずもう一回寝ようかな。はい。体調は万全にしておきましょう。で、今日がマリーンですね。はい。で、これ服も変わってるから、普通にフェミニンで行っちゃっていいよね。あわよくば帰ってくれてもいい。まだ来てないみたいだな。うん。あ、そう。うん、気にしないで。いいだろう。うん。フリルって、あの、ヒラヒラしたやつ。このマリーンの襟みたいなやつですよね。え、似合うと思うよ。気色悪くないはないだろう。またなくさないようにね。まあ、似合うと思うでいいんじゃない？もう、豚もおだてりゃ木に登るですよ。やっぱり、うん。さすが親友よね。一生友達でいようね。もういいよ。友達でいる分には一生友達でいるよ。夢の中ってか。じゃあ帰るね。それじゃあ帰ろう。うん。途中まで一緒に帰ろう。やっぱマリーンはなんかマイネリベツバイの方が可愛いな。で、明日から何をするか。気品が今度めちゃくちゃ低いんですよね。気品。シュトラールイ、あー、行くしかないか。あ、シュトラールまだないのか。部活か。ねえ、帰りにカフェ寄っていかない？あ、もう行きましょう行きましょう。うん、行こう行こう。じゃあ、
さっさと行きましょう。お、ちゃっちゃか行きましょう。みんなと楽しくカフェで過ごした。みんなやっぱ可愛いな。一応気品はでも上がっていくか。で、今日は何をするかっていうところなんですよね。とりあえずオーガスタ行くべきか、またここで一回オルフェを挟むか、どっちがいいかな。とりあえずオーガスタ行って安心してからオルフェ行った方がいいかな。断られる可能性もありますからね、彼女。オーガスタよ。うん、こんにちは。何かご用？もう物腰は柔らかいな。とりあえず来週オーガスタでしょ。湖行かない？湖に遊びに行かない？そうね。うん。お、よろしくってよ。どういう風の吹き回しだ？あ、じゃあ楽しみにしてるね。よかったよかった。とりあえず一発でオッケーもらえれば安心ですからね。で、明日からは、また気品割りを。ちょっと体調低いのが気になるけど、まだいける。はいはいはい。なんだ？あ、あそこにいらっしゃるのはルイ様ですね。声はでもかけない。一人で帰ります。ほんと、つばいでね、連中、嫌な奴になってますから。この曲は今週は調子が良かったぞ。ビオリン氏創作するものは自身さえも美しくなるな。本当ですか。君の今後の作品が楽しみだ。ありがとうございます。やっぱ褒めてもらえるとがぜんやる気も出ますね。で、じゃあ今日がオーガスタと。で、とりあえずもうこれまた衣装変わってるからボイッシュでオッケーと。お、先にいるな。待った。いいのよ、私も今来たところだわ。本当に。なかなか感じのいい服ね。あなたに似合ってるわ。ありがとう。オーガスタも似合ってるよ、やっぱその数珠。久しぶりに言ったわ、なんか。せっかくだからボートに乗りましょう。ボートに乗んの？何事もチャレンジよね。漕ぐのは任せるわ。めんどくさいわ。え、めんどくさいはないと思う。オーガスタだからな。いっそ漕いでもらう。体を動かすの好きでしょ、君。任せるよ。あなたもそう。どういうことなん？私、あなたを少し誤解していた。こう、交代交代ねとかとは言わないんだな。じゃあお願いします。時間を忘れて楽しめたわね。これからだ、乗るの。帰りましょう。これから乗るんだ。途中まで一緒に行きましょう。ボートで。本当によくわからない子たちだな。とりあえずじゃあそろそろ寝ましょう。はい。誰だ、眠りを妨げるやつは。おい、ケーキ？いいよ、行こう。うん。気のせいじゃないの？マリンと楽しくカフェで過ごした。やっぱ気のせいっぽいですね。よし、ん、あ、週期連続休暇。秋休みだもんな。どうしようかな。とりあえずこれでじゃあオルフェを誘ってみましょう。はい、交換所です。うん、オルフェをお願いします。はい、オルフェだが。どんな言い方してくんだっけ。ああ、君か。お、私に用か。お、あなたに用だ。とりあえずオルフェ、たまにはショッピングどう？行かない？お父様のプレゼントを探しているのですが、男性の方の好みってよくわからなくって。その言い方はやっぱり。それならば。お、私が同行しよう。あざます。え、よろしいんですか。ありがとうございます。とっても嬉しいです。やった。なんか今回調子いいな。あの連続爆破が嘘みたいだよ。じゃあ今日がオルフェですね。うん、
で、服はどうすんだっけ。トラディショナルでいいんだよね。これでいっちゃいましょう。お、すみません、お待ちになりました。いや、気にすることはない。私も今来たところだ。ちゃんと目を合わせてくれますね。それでは行こうか。あ、行きましょう。どのような店が好きなのだ。どのような店が好き。雑貨屋、アンティークショップ、本屋、オルフェでしょう。本屋かアンティークだと思う。アンティーク。やはり。お、君とは通じ。先乱れましたね。本当に。今日はとても楽しく過ごせた。ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。それでは帰ろう。はい、帰りましょう。途中まで送ろう。途中までと言わず、もう寮まで送ってくれませんかね。うん、どうしようかな。とりあえず休みなんですよね。で、一応、はい、交換所です。うるせえ。あの、女子はもう一周してるし、オルフェもね、やったばっかりだから、そろそろ他の男ども一回行っとこうかな。まあ、ちょっとあの、ツバイで神谷くんあんな目に直接的に合わせたわけじゃないけど、直司くんにはね、もうあの、とことんいじるからなって言ってるんで、直司くん行ってみましょう。出てくれっかな、ちゃんと。そもそも出てくれ。はい、直司です。お、出てくれましたね。 あなたでしたか。私です。何かご用ですか。もう用がなきゃね、電話しないんで。直司くん、カーニバル行かない？好きでしょ。カーニバルでひとときの夢を誰かと共有できたら素敵だろうなって思ってるんですが。それでは自分が同行させていただきます。 ありがとう。いじりに行くよ。じゃあ、よろしいんですか。ありがとうございます。とっても嬉しいです。作戦大成功ですね。で、じゃあ今日が直司くんですね。そういえば神谷くん出てないんだよね。で、直司くんだからカジュアルでいいのか。まだ来てないみたいだな。先に来てればね、後ろから脅かしてやるんだけどな。すみません、遅れました。いいんだよ。で、目を合わせろ。いえ、私も今来たところです。その服とてもお似合いです。目を見て言ってくれ、ちゃんと。皆さんとても盛り上がっていますね。目をそらすな。くだらないわって。私たちも盛り上がりましょう。せっかくのお祭りですもの。直司くんでしょ。一緒に盛り上がるタイプじゃないよね。せっかくのお祭りですからねって言うかな。本当に目を合わせてくれないな、この子。こっちを見ろ。やはりそうですか。あなたとの出会いに何か運命的なものを感じます。なんやねんこいつ。名残惜しいですね。もっと時間があれば嬉しいのです。まだいていいよ。俺帰るけど。それでは帰りましょう。うん、途中までご一緒しますよ。ありがとう。でも目は合わせてくれないんだよね。で、じゃあ今日は何をするか。とりあえず直司くん面白かったからな。うるせえ。ちょっとルイの野郎もね、言っとこうかな。怖いんだよな、こいつ。なんか何用だとか、何者だって言ってくんの。ウードビッヒだ。何者だ。なんだお前か。何用だ。怖すぎだよ。もう電話切るわ、普通。じゃあそんなルイもカーニバル行かない。どう。同じだな。カーニバルでひとときの夢を誰かと共有できたら素敵だろうなって思ってるんですが。ならば私自ら連れて行ってやろう。やったー。よろしいんですか。ありがとうございます。とっても嬉しいです。すごいな。作戦なのかな、これは。まあ成功だな。で、今日がもうルイですね。で、ルイはエレガント、トラディショナルでいいんだっけ。みんなだからトラディショナルか。これでいいんだな。この曲まだ来てないみたいだな。少し遅れたか。怖っ。
いえ、私も今来たところです。その服、なかなか良い趣味をしている。ありがとうございます。この時期にだけにぎわい、後には静けさが残る。はあ、まるで鬼殺隊のようですな。今は楽しまないと損ですよ。そのもの悲しさもいいものですよ。あ、そのもの悲しさもいいものですね。後の始末は誰がするのでしょう。どっちかだろうな。でもルイってこういうなんかどうなのかな、もの悲しさとかそういう人の心はあるのかい。そうだな。ん？そなたには真実を見出す感性が備わっている。これはお許しいただけたってことでいいのかな。有意義な時間を過ごせたようだ。おお、よかった。帰るぞ。お、帰りましょう。じゃあさらばだ。うん、怖いんだよそのさらばだの言い方。女の子逃げ出すわ。んで、じゃあ今日は何をするかっていうところで、せっかくなんでね、江戸も行っとこうかな。はい、交換所です。神谷くん出てないのがほんとちょっと悲しいな。はい、江戸だけどって出てくれるんだよな、確か。で、なぜか江戸ロードが長いという。うん。はい、江戸だけど。お。ああ、あんたか。嫌われてんな。なんか用？嫌われてますね。どうしよう。そんなエドもカーニバル、どう？カーニバルでひとときの夢を誰かと共有できたら素敵だろうなって思ってるんですが。そんなら俺が行く。いいんだ。あーざまーす。よろしいんですか。ありがとうございます。とっても嬉しいです。いいねいいね。でも今回なんか誘う方は順調だな。やった、作戦成功。よかったな、ワカメ。んじゃあ今日せっかくなんで江戸まで行って終わりにしましょうか。んで、江戸はボーイッシュでいいんだよね。まだ来てないみたいだな。うん、すまねえ遅れちまった。いえいえ、全然もう来ていただけただけでも。いえ、私も今来たところです。その服お前にぴったしだな。ありがとうございます。やっぱりでもこうニコって笑ってくれるとな。直司くんみたいに目そらされちゃうと褒められてる気がしない。こういうのって一年中あればいいのにな。めちゃくちゃはしゃいでますね。ただのバカ騒ぎなのにと思い、余計に嫌われるぜ。期間があるからいいんですよ。楽しいかもしれませんね。まあお邪魔女ドレミもね、なんかそんな風なこと言ってたからこれでいいんじゃないかな。やっぱそうだよな、うん、なんか俺たち一心伝心というより一心同体って感じ。これを好感度低い人が言ってるってのがもう人間不信になるわ。ああ、もう終わりかよ。ずっといてえのに。今日はありがとうよ。うん、でもこういう言い方はやっぱ江戸が一番優しさに溢れてんだよな。それじゃ帰ろっか。お、帰りましょう。んじゃな。現地解散か。はい、ってなわけでとりあえずね、また明日から何をするになったところでいいお時間になってるので、今回この辺にして、次回はまたここから先を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。